あ、錦おるやん。喋れんのかな。マジマ。錦か。こんなところで何しとる。あ、兄弟が来るの待ってんだが、あんたに関係ねえ。早く行けよ。あ、キリュウか。一遍くらいその面拝んときたかったの。あ、なんでもあらへん。俺もお前にかまっとる場合やないんでな。こんなんあってねえよ、こんなセリフ。ほな。ああ、こういう、あ、まあやっぱ、でも時系列的に錦絵山、そらおるよな。いいもん見た。はい、どうも、柏店です。今ちょっとね、なんでしょう。前のセーブデータに戻ってきてるんですけど、今、そう、椿園行く前の佐川の、この状態ね、一番佐川が嫌なやつに見える時の状態なんですけど、この前なんか、こいつが、この男がちょっとサブストーリーのトリガーっぽいっていうみたいな話したと思うんですけど、どうやらこれに、ここ調べるとちょっとね、サブストーリーが進んだんですよ、最後の自由時間の時に。てなわけで、ちょっとここをちょっと、調べたいと思います。はい、公衆電話を使うか。ん、そう、この男がなんかもしもし、あー君か、早速電話してきてくれたんだね。ショルダーフォンの男、なんやあのでかいバッグは。ショルダーフォンについて聞きたくなった。え、そうじゃない。うんうん、ごめん。ショルダーフォン、あのでかいバッグみたいなので話しとるんか。すごいな、昔の携帯電話ああやったっていう。携帯、まあ携帯はしてるけど、そう思ったらちっちゃくなったもんやな。手のひらやもんな今となりゃ。はあ、そっか、また聞きたくなったら電話してね。じゃあね。俺はなんか小学校の時、子供携帯みたいなの持たされてたけど、はあ、防犯ブザー付きの携帯みたいな。はあ、なんでみんなショルダーフォンのすごさがわからないんだろう。せっかくママに買ってもらったのに、お前まあまあでかいんちゃうんか。10、30ぐらいいってるやろお前。まだママ、ええけど。おお兄ちゃん、今そのバッグみたいなんで誰かと話しとったんか。え、そうなんですよ、今これで通話していたんです。ほう、無線機のなんか、無線機かなんかか。違いますよ、電話ですよ。あ、ショルダーフォン、ショルごめん飛ばしちゃった。なんやそれや、天海遥的なことを喋り方してたら天海遥区長こんなんやったっけ。知らないんですか。これで今世間で騒がれている持ち運びができる最先端技術を駆使した電話ですよ。これから電話も持ち運べる時代になっていくんです。誰とでもつながれる時代ですよ。ほう、まあそりゃすごいが、電話なんか持ち歩いてどないするんや。これだから庶民は嫌なんですよ。いいですか、これがあれば外で仕事もできるんですって。うん、さらにママといつでも話せるようになるんですよ。ママってもそうか、引いてるやん真島さん。まあ確かに、便利なこともいろいろありそうやな。そうでしょう、羨ましいでしょう。あなたも早く買った方がいいですよ。いや買うほど欲しくはないわ。それにどうせ高いんやろ。それめっちゃくちゃ高いです。あ、高かったやん、どんぐらいやったやろな当時。やっぱりなら結構や。俺は当分地道に公衆電話で電話するわ。んー、そういえばあなたさっき公衆電話に入ろうとしてましたね。おう、電話でもしようと思ったな。うん、そうですか、ふふふふふ。いいでしょう、この最新型ショルダーフォンを、使わせてあげなくもないですよ。なんやこの上から目線。でも昔の人ってそうか、あれか、電話番号いちいち覚えてたんかな。おお、ほんまか。なんかメモってる電話番号をメモってるメモ帳みたいなの持ち歩いてたんかな。全然わからんな、その辺、当時の人。うちの親も多分大学生とかよ、高校生か下手したら。ショルダーフォンの魅力を少しでも分かってほしいですからね。太っ腹でしょう、ふふふ。ショルダーフォン最新技術みたいなけど使ってみるか。ちょっとでもここで
はい、戻りたいと思います。正規のセーブデータに。だから使わないで、せっかくやけどまた今度にしとくわ。ショルダーフォンですよ。最先端の技術ですよ。別に興味ないわ、うん、これだから庶民は。なんかへこんでんな。めっちゃへこんでるやんお前。で、じゃあちょっと戻りたいと思うけど、ちなみにショルダーフォン3キロもあったんや。ちょっと今ググってみてんけど、で月額基本使用料が2万円。へえ、まあ倍ぐらいか大体今の。通信で保証金、本体価格保証金約20万。20万したんや。20万は高いな、携帯で。確かに。そうなんや。なんかね、なんかそう思うと20万ってことはまあ月収ぐらいやもんな。でも当時もうちょい高いか。はい、じゃあてなわけで、はい、場面変えたいと思います。場面変えたい、まあいいや。はい、てなわけで、じゃあこいつに喋りかけてみるかよ。なんやこれ。いいでしょう、この最新だわ型ショルダーフォンを使わせなくて、使わせてあげなくてもいない、ね、ないですよ。めんどくせえ。おー、ほんまか。うん、ショルダーフォンの魅力を少しでも分かってほしいですからね。太っ腹でしょう、ふふふ。ショルダーフォンか、最新技術みたいけど使ってみるか。使ってみようか、じゃあ。よっしゃ、その最先端とやら使わせてもらおうか。てか、ぬるっとマジマ編入った最後の方の。ふふ、そうせかさなくても電話に逃げませんよ。なぜなら肩にかかってますからね。まあでもなくさんやろな、確かに。さあ、存分に最先端技術味わってください。ほな、遠慮なく。あ、どうしたん、なんも音がせえへんで。え、ちょっと、ま、貸してください。さっきまで電話してたよな。なにこの時間。迎え来たよネブラスカ兄弟、なんかええな。これは充電がなくなってますから。なくなってますね。さあ、さっき通話したからや。そんなん持たへんねん。充電が切れる、うん、これ最先端だから電力をものすごく使うんですよ。そうなんか。で、どのくらいの充電が必要なんや。8時間って、8時間何やって。さっきちょっと電話したくらいでもう切れてしまうんか。最先端とはいつも時代もそういうものなのです。美しいものほど儚いんですよ。桜の花と同じです。何と一緒にしてんの、初めてやろな、電話と桜一緒にしたやつ。うん、なかなか不便やな。ほな、仕方ないから使うの諦めるよ。ありがとな。え、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。なんやねん。最先端のショルダーフォンを使うチャンスですよ。電池がなかったくらいで諦めてしまっていいんですか。別にええよ。それは使いたいけど電池がないならしゃあないやろ。どないせいちゅうねん。このショルダーフォン、市販の電池で動かすこともできるんです。だからどこかで電池を買ってきてもらえませんか。ドンキホーテとかならあるかな。めんどくさ。いいじゃないですか、電池買ってくるだけで最先端の技術も使われるんですよ。確かに使ってはみたいが、忙しいでしょうから100歩譲って気が向いた時でいいですよ。僕はここにひたすら待ってますから。何やそのプレッシャー変なプレッシャーの書き方しやがって。ちなみに僕、糸塚と申します。ちゃんと使わせてあげますから電池よろしくお願いしますね。なんでそんな使いたいやつみたいになってんの、真島さんが分かった、俺は真島や。ちょっとそこで待っとけよ、うん、さっさと電池工程最先端技術味わったるか。ドンキホーテとかに売ってそうやな。ほら、じゃあドンキホーテ行くか。佐賀おらんよなおったら怖いね。はい、じゃあちょっとドンキホーテ行ってみよう。電池買ってきたけど、おー、絡まれる前に。はぁ、はぁ、まじまさん電池持ってきてくれませんましたか。なんではぁはぁ言ってんのお前、なんで興奮してんの。電池は持っとるか、渡したろか。渡そう。はい、おー、電池買ってきたやったで。ほれ、はい、お使わせてくれや。電池を渡した。それでいけんの。8時間かかるんじゃない。ありがとうございます。はぁはぁ、これがあれば使えます。なんではぁはぁ言ってんの。おい、大丈夫か、具合悪そうやけども。大丈夫です、最先端技術を存分に堪能しちゃってください。え、どうした。おい、どないしたんや。いや、ちょっと肩が、ショルダーがえ、ずっと
そんな重そうなもんずっと肩にかけてるからやろ。左使えよ。だって最先端技術を地面に置くことなんてできないじゃないですか。うがーショルダーがー、なんやお前、痛いよ。肩がやられてるのはさすがに電話かせとは言えへんわ。なんか言えるもん持ってきてやるか。しゃあない、心待っとけや。なんか治療するもん持ってきてやるわ。う、いいですか。めんだやけど見捨てんわけにもいかんからな。その代わり治ったらたっぷり使わせてもらうで。スタミナロイヤルでいけるから。よ、もちろんです、よろしくお願いします。回復薬でも買ってきてやるか。もうでも買ってきてるしな、それは常備してるからな。はい、はい、よくはないですね。ごめん飛ばしちゃった。はい、傷が癒えそうなもん。スタミナロイヤルでいいやろ。こいつにロイヤル渡すんさ。あ、タオリならいいや。おい、おい、これで使うな。ヒートゲージ開けてどうすんねん。ヒートゲージ開けてどうすんの。こいつヒートゲージ使うの。こいつにヒートゲージって概念あるの、そもそも。あ、肩が楽になりました、ありがとうございます。さあお待たせしました、存分に最先端技術を。てかすげえな、ヒートゲージだけで。おい、なんだあれ、どうしたん。なんだこのバッグ、面白え、電話みたいなんがついてんじゃん。ちょっと何なんですかあなたたちは。露骨に柄が悪い人たちですね。へへへ、おう、ちょっと貸してくれよそのバッグ。バッグじゃありません、ショルダーフォンですよ、これだから庶民は。あ、なんだてめえ、調子乗ってんじゃねえぞ。こう絡まれんねや急に。殴られとる、ちゃんと殴られてん、ヤングボーイ。う、いてててて、ておい、おい、さっきから見てればなんなんやお前ら。なんだ、あ、なんだてめえは、こいつの友達か。まあそんなところや。お前らこいつを脅すためだけに最先端技術が使えるって思ってるんやろ、思ってるんやないやろな。最先端技術はデリケートなんやで、そう簡単に使えん。それにそいつを使うのは俺が先やないや。何言ってんのお前、何言ってんやんだこいつ、ムカつくな、やっちまおうぜ。おう、眼帯の兄ちゃん覚悟しろや。え、あー、やるの、どうしよう。ちょっとボコボコバットで。じゃあだいぶ真島さんもね、今できる強化は全部したよね。一応もうあとはヒートゲージやったりとか終わってんな。ヒートゲージやったり攻撃力上げるやつ、上げるのだけしか残ってないから別に、うん、CP ための大変やねんな。つえ、どうしようって思ってる。どうもすいませんでした。すみませんじゃすみませんよ。どっか行った。真島さんありがとうございました、本当に助けてもらってばかりで。これくらいどうってことないわ。さあいよいよ自慢のショルダーフォン使わせてもらおうか。でどこに電話すんの。ん、どうしたん。おいおい、繋がらんぞ、壊れた、さっきのあれで。ええ、ちゃんと充電はしておきましたけど、もしかしてさっきのヤンキーに倒された時に壊れてしもたんやないか。え、た、確かに最先端だから繊細にできているんですよね。そんな。なんて、せっかく手に入れたのに悲しいな。はあ、まあしゃあないな、俺はショルダーフォン使えない運命やったと思って諦めるわ。いえ、そんなことはさせません。お前のそのモチベーションどっから来てんの。は、真島さんには昔から白い目で見られている僕に声をかけてくれた、それに電話や電池や薬もくれた、優しい人です。そんな人をがっかりさせたままさせられるわけないじゃないですか、うん、どうすんのでも。移動、伊藤塚。全然覚えられへん。真島さん、しばらくしてやら小区町の M ストア前に来てください。その時こそ最先端技術をお見せします。まだなんかあんねん、すごいね。わ、分かった、楽しみにしとくわ。それでは。何をしてくれんのあいつ。どうする、とりあえず行きゃいい。小区町ってでもどこや、すぐそこのここやな。でもまだビックリマークついてないな。ちょっと時間あれせなあかんのか。あ、おるね。ああ、鬱陶しい。
ヤクザ鬱陶しいわお前ら。なんやねほんま、絡んでくんなや。あー危ねー、久々に野良戦闘でもやるか。でも割とでもそっか、でも戦闘やってんもんな。いやほんまな。あでもダンサーちょっとね、新しくというかあれしてんな。あーちょマジダンサーあれやった強なったから、ちょっとね攻撃力かな心もとなかったんけどさ。小三角これは、あこれいつものやつ終了。これじゃないやつもね、まあいいやもう。よっしゃ終わったベイブレードぐらい回ってたけど、でこいつの話しかけたやねんな。遅いですよ真島さん。ん？それは買い直してもらいました20万をママに。新しいショルダーホンです。お前溺愛されてんな。おおついに。さあお待たせしました、これで電話がかけられますよ。公衆電話なんか行かなくていいんです。真島さん電話したことなかった、したかったんですよね。早速これで、ご用のある方に電話してみてください。おう緊張の瞬間やん。どうしました、どうしたん、何事、どこに電話しようとしてたか忘れたわね。なんやねんそのおうち。真島さんアホなんですか。ちゃうわ、こんなに長い間振り回されたらそれ忘れるやろ。もうしょうがないですね。まあしばらくはここにいますから、電話使う時が来たら声をかけてくださいよ。いつでも使わせてあげますから、電話が切れてなければですけどね。ああ分かった、しかし全く最先端でとはデリケートなもんやな。そういうもんなんです。ではでも僕は将来電話がもっと軽くなり気軽に誰でも持ち歩くものになると思ってるんですよ。そういう先見の目はあんのかよ。もしかしたら話す以外にもいろいろな機能がつくかもしれませんよ。例えばカメラがつくとかね、すごいな。まさかカメラなんかついたらまた重くなって肩が脱臼してしまうやないか。でもそうなってるからな今。すごいよな、こっからだって30年ぐらい、まあ30年って時は長いけど、その時はその時です。また真島さんに助けてもらいます。ふふふふ、サザエさんの笑い方。おいおい勘弁してくれや、もう最先端はコリゴリや。ショルダーフォンの男。あーでもサブストーリー良かったね。あんで何、こいつがセーブポイントになるとかいうこと。あ真島さん今から電池ありますからショルダーフォン使えますよ。あやっぱセーブとかできるようになるってことかこいつで。あーなるほどね、もうちょいじゃあ早くやっときゃよかったな。もう使わんもんな、最終回前やからな。あーでもちょっと時間未病やから久々ガンダーラ行くか。うん、いらっしゃいませ。お兄さんいらっしゃいませ、ご注文何にしますか。よしじゃあイメージビデオ見るか。どうする、どうしよう。次仲間なったん誰やったっけ、響ちゃんか、響ちゃん、ちかちゃんで、あれか、琴美見たっけ俺、忘れたな。おーちゃん、響ちゃん行こう。はい、ちょっとかかったもんは見ようという。それではごゆっくりどうぞ。この人は知ってたな、見たことある気は。てか俺あのさあるやん、なんかセクシー女優の番組何やったっけ、エビスマスカット、マスカッツ、マスカット、どっちや、どっちか分からんけど、あれ見たことないねんな。あれ結構人気よな。でもあれなんなん、アイドルなんか。セクシー女優アイドル集団、アイドルのセクシー女優集団みたいな。でもこれはモデリングなんか忠実な気するな。不思議とねこれね、ゲーム実況をしながら見ると、まあ喋りながら見るやん、ってあと不思議とエロい気持ちは湧いてこへんねんな。喋ってるからやろうけど、あんまり一人で自家発電の時喋るやつおらんやろ。
多分その感じなんやと思うけど、これでも似てる人おってんな、なんか大学の時この人に。いや年があれやから全然ちゃうのは分かってんねんけどさ、なんかうん、でもやっぱでも普通におってもモテそうやな、うんうん、お客さん聞いてくだす聞いてくださいよ、僕すっごい、噂聞いちゃったんですよ。てかセクシー女優の人普通に綺麗やもん、なんか興奮してすっごい噂ってどんな噂やん。なんでもこの蒼天堀のどこかにすっごいビデオがあるんです、あるらしいんですよね。何やそれ、ワンピースみたいなこと、すっごいビデオ。なんでもそのビデオは例のビデオと呼ばれているものらしくて、その例のビデオを見た人は死ぬほどドキドキして汗とか涙とかいろんなものが止まらなくなるらしいんです。なんかみたいなそれ、ふー、例のビデオね。例のビデオを見れば体の麻痺した男での本能も輝きを取り戻せるかもしれない。それでそのビデオはどこにあるんや。なんか女がくれるらしいんです。女ってビデオショップの女店員か。さあ噂では街のどこかに白い服着た女がいるらしいんですよ。なんでもその女に親切にしてあげると何もラベルのついてないビデオテープをくれるらしいんですけど、めっちゃ気になるやん、何その面白そうな話。それが例のビデオってことか。なんや、ずいぶん前つばの話やな。そんなことないですよ、例のビデオはきっとあります。お願いですお客さん、噂の女と会うことができれば例のビデオを手に入れてくれませんか。それやるしかないな。はあ、そんなビデオくれる女おらんと思うけどな。まあもし見かけたら例のビデオってやつもらっといたるわ。本当ですか、ありがとうございます。あんま期待すんなよ。はい、やったー、楽しみにしてます。めっちゃ期待しとるやないか。何、例のビデオっていうのをじゃあもらいに行くってことか。お、最近例の絶倫くんを見かけんの。兄弟どうした。もうここ来ると2つイベント起きんのか。お前パンイチで何してんねん、ずっと服は着ろよ。おう、しばらくやったなって、どうしたんや。腹でも痛いんか。それが立たないんだ。お、E の D、立てないんだったら肩貸したろか。いや立てないんじゃなくて立たないんだ。なんやって。ボの方な。ほんまか。この前兄弟と別れた時以来しばらく遊ぶのを控えてたんだが、そしたらいつの間にか体に力が入らなくなっちゃって、めっちゃ悲しい BGM になるやん。なんちゅうか、お前にとってある種食事みたいなもんやったからな。3食抜いたらそりゃ力が出なくなってもおかしない。ああ、やっぱり僕は我慢しちゃいけなかったんだ。だからもう一度風俗に行かないと。何の脅迫か。てか、お前財布とかどこに入れてんの、パンツの中。そないなこと言うとかで、その体じゃ無理や。おとなしく病院行って医者に診てもらわな。頼む兄弟。薬局によってある品を買ってきてくれ。ある品、ああ、絶倫ハブドリンクっていう精力剤だ。それに乗れば、おそらく元気になるはず。精力剤やと、お前ひょっとしていつもそれを飲んでたんか。道理で、いやそんなもんで一時的に回復したとてまた遊びに行くつもりやないやろな。これ以上消耗したらたたんどころやなくなるで、下手したら命に関わる。何をシリアスにしてんねん。命かけで女をが抱けるか、命もかけないで女が抱けるか。何言うてんのお前僕なら大丈夫だから、だから頼む、精力剤を。どうする真島さん。わかった、覚悟を決めた男にこれ以上言うんは無粋や。俺もお前の熱い思いに応えてろうやないか。すまない兄弟、この辺で薬局入れたら蒼天堀の大黒ドラッグやな、早いって精力剤を手に入れなあかん。結構終わるつもりやったんけど、これはもうやるしかないな。買ってきたぞハブ、絶倫ドリンク、絶倫ハブドリンクか。3万してんけど。大丈夫か、精力剤買うてきたで。ああすまない兄弟、ほら早飲め、絶倫ハブドリンクを渡した。き来たー、元気ビンビン120%。お前アンパンマンが新しい顔をもらった時か。ほんまに治るよかよった、効果絶大やな。ありがとう、助かったよ。
って言いたいところだけど、残念ながらまだ本調子じゃないんだよね。何やて？何やと？言ったでしょ、そもそもこうなったのは女遊びを控えちまったせいだって、このまま我慢を続けたらまたすぐに萎えるのも時間の問題だ。だからこれから早速行くことにするよ。お前の覚悟は分かったけど、もう少し加減っていうものがあるやろうか。たまには箸休めしてももう必要なんとちゃうんか。それはお互い様じゃない。兄弟だってあんなに足しげく、個室ビデオに通って一体何本見てるの。15本16本ぐらい見てんなもん。それ言われると弱いわ。まあでも確かにやりきった感はあるよね。もう大阪の街に僕の知らない子はいないのかも。贅沢やな。別にええやないか。お気に入りの子は何ぼでもおるんやろ。その子らに会いに行ったらええやん。ああもちろんそのつもりだって。あ、頭の中でプレイのイメージをしたら急にムラムラしてきた。はあはあ、はあ、ああもう分かったから早く行ってこい。こないなとこで盛んなや。おう、それじゃあ本当に世話になったな兄弟。例のドリンクあんたも一度飲んでみなよ。きっと性に対する考え方が変わるからさ。そんなすごいんかハブドリンク。ただのドスケベにした信念がある。ある意味最も男らしい生き様っていうのを貫いてる、気するわ。俺はここんとこ仕事で女の相手しとるせいか、そういう気持ちが鈍ってるんかもしれんの。もっと自分の欲望に正直にならんと。何を学びを得てんねんお前。おマックスなった、勉強になったで兄弟。あ？どういうアングルやねんお前。あーちょっとじゃあハブとのあれも終わったんか。じゃあこれで、はい、てなわけでありがとうございました。カシアテンでした。あ次回ちょっとね、キャバクラマナちゃんの、回やりたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。